ダメージ受けちゃった。魔法使いさん、回復お願い。はーい。じゃあ、ホイミって言ったら回復するからね。早くお願いね。ホイミって言うたら回復やで。ホイミって言うで。ホイミって言いたいねん。ホイミって言う予定が入ってる。はよ言ってくれるかな？なんかイライラしとるね。イライラするよ。しんどそうやね。しんどいよ。イライラとしんどいやったらどっちが勝ってる？どうでもええわ。はよして。じゃあ行くで。ホイミスライムって意外と厄介よな。ん？ホイル焼き好き？私は酒入れるん好き。ホイコーローってご飯進めよな。今日の晩ご飯は、ホイミスライムのホイル焼きとホイコーローにしよっか。晩ご飯はええから早せ。ホイ。おーい、わかりました。返事か。腹立つな。あと、ホイミスライムのホイル焼き？多分まずいやろ。じゃあ、ホイミの前に、ホイミスライムのホイル焼きが美味しいかまずいか議論しようか。ホイミが先やろ。その議論もいらん。ホイ、ぶっかけたら美味しくなるかもせんやろ。議論始めるな。ならんやろ、多分。ホイル変えといて。関係あれへんがな。元気やんか。よかったな。用ないわ。あ、ホイミはええから、薬草使って、薬草。薬草、これで最後よ。え？いっぱい持たせたやん。さっき、酒のホイル焼き作る火種にしちゃった。焼くな。薬草だけに？うるせえ。うまいこと言えたご褒美に。ホイ、スル吹いてあげよう。いらんわ。お前がいらんことするからモンスターが来たやんか。早くホイミを、もしくは魔法で戦ってくれ。ホイル焼きの材料にしたってください。差し出すなー。まさかモンスターが仲間になるなんてな。うわうわ。仲間になりたそうな目で見てきたとき、ちょっとびっくりしたわ。ウォーギャグダル。ん？なんか喋ってる？起きるアミクガルペチャパイ。お？起きるアミクガルペチャパイ。ええやろ小さくても。スリグペチャパイガル足草。足草ないわ。うおえ。ガル、ガルム。あ、そういう意味ちゃうやんね。ペチャパイ、ワロタ、ワロタ。何が笑うことあるんじゃ。ごえ。ガル、ウルム。あ、ちゃうやんな。ガル、ヘコキしてへんよ。ヘコキやからおならしてへんよ。ごえ。あ、違うやもんな。もうややこしい。クサす。クサないわ。ガル、ペチャパイ、足クサ、ヘコキ、ワロタ、ワロタ。お前ほんまに言葉わからんのか？ザマー。ザマー言うたやないか。ごえ。あかん。こいつが信じられへんくなってきた。勇者様どうしました？モンスターの言葉わかる人や。モンスターを仲間にしたんですが、言葉がわからなくて。バカ。お、こら！はじめまして、言うてますね。他の言葉は、こんな感じです。ザマーの意味長ない？でも、好意を持ってるってことなんですね。ちょっと安心しました。ガル、これからもよろしくやで。ガル、ペチャパイ、ワロタ、ワロタ。この町の北に洞窟があるんですね、ペチャパイ。使いやすくていいと思います。私は好きです。めちゃくちゃ気使われた。じゃあこの武器とファイル足草。そういったお悩みのお薬なら隣の店舗に。そうじゃなくて長老様、娘さん、私お任せください。ガル、ペチャパイ、ヘコキ。勇者様、違うね。鼻つままんといて。ヘコキ。根本的に解決してないのよなぁ。ペチャパイ、ワロタ。めっちゃ街戻りづらい。ついに魔王の元にたどり着いたぞ。みんな、苦しかった戦いも、ここを乗り越えれば終わりだ。魔王を倒して、絶対に平和を取り戻すぞ。魔王、ここにいることはわかっている。出てこい。魔王、私は勇者だ。貴様を仕留めに来た。逃げても無駄だ。一体どこに？ちょっと待って。誰だ？誰って、魔王です。魔王？お前が魔王か？はい、そうなんです。出てこい。この勇者が仕留め。だから、ちょっと待ってって。ん？ちょっと、都合により、今そちらの姿が、まだ見れてないんですけど、勇者が来たって、ってことでよろしいですか？そうだ。こちらが見えていないのか？いつも見えるんよ。いつも見えるんやけど、ちょっと最近カメラの調子が、もう早つけよ。何？つけとは一体なんだ？何をするつもりだ？いや、あなた様に言ったんじゃなくて、その、カメラがね、すぐにつかんのよ。つけも、いや、いつもならね、部下がさっさと伝えてくれるから間に合うのやけど、部下！そう、部下なんよ。ちょっと聞きたいのだけれど、いいですか？
問答無用。いや、そういうテンションのやつじゃなくって、雑魚、いわゆる雑魚、雑魚敵は倒したんですか？もちろんだ。あいつら勇者が入ってきたん知ってたんかい。連絡せえっていつも言うてるやん。まずほうれん草やろ。ほうれん草？あ、いや、こっちの話です。ちなみに中ボスは、もちろんやっつけた。残るは魔王、お前だけだ。マジか。あいつら強いくせにそういうところがマジでも。なんだ？何の音だ？あ、いや、これは、大パンだ。ちょっとイラついてしまったっていう感じのあれだ。大パン？おい魔王、おしゃべりはここまでだ。出てこい。いや、出てこい言われても、準備がね、まだ完全体ではない。そういうことか。いや、完全体いうか、プライベート抜けきってないいうか、一つ相談だが、シャワーを浴びてきても、そんなことはさせない。まあ、そうでしょうね。そのテンションでしょうね。まあ、そんなことって言われるほどのことでもないとは思えないけどね。ただのシャワーやしね。もういい。こちらから乗り込む。乗り込むってこの部屋に？残念だが、それは無理だ。この部屋は普通見ることもできない。特殊な力がなければな。そうか。ここで大妖精様にもらった真実の目を使うのか。ちょっと待って、それは話が違う。すぐ出る。ちょっと待ってて。デリカシーないんかよ。見られたくないから隠してるんやろが。見られたくない？あ？あ、聞こえてる？あっぷね、丸聞こえやん。マイクミュート。よし、オッケー。マイクミュートできました。はい。よし。よーし、じゃあ、行ってくるからね、ウサタン。うん、もふもふ。あ、かわええの、かわええの。よし。よし。とりあえず、これだけ羽織っていくか。うっそ、生乾き？切れへんやん。もう、もっと早めに連絡くれたら乾かせたのに。あ、ちょっとお腹が。お前の話は筒抜けだ。え？あ、マジで？あっぶな。聞かれるとこやった。危な。マイク故障か？まだ聞こえてる？聞こえている。故障かよ、もうええって。早く来ないとこちらから。わかった。もう行くから。魔王が現れるぞ。構えろ。ほーら、普段着の魔王やでーって。うわ、仲間おるんかいな。三人も？そうだ、我ら4人がお前を打ち倒す。知らん、聞いてへん。てか、めっちゃ無口やね。あれだけ喋ってて誰も口挟まんか？無駄なおしゃべりはそこまでだ。行くぞみんな。ちょ、へい。まだ、喋ってんでしょ。勇者どもを殲滅したか。おーい、誰かこいつらの墓でも建ててやれ。で、そっか、幹部もやられたんか。ワンオペダンルー。よくここまで来た勇者よ。覚悟しろ魔王。まあそう焦るな。お前が仲間になるのならこの世界の半分をお前にやろう。なんだと？どこからどう半分や。え、いや、半分ってどこからどう見て半分なんかって。いや、それは、どうあるん？ここに世界地図あるから、ちゃんと教えて。あ、はい。どこから切り取る？真ん中、かな？いや、それやと、うちの方が海多いやろ？なんか陸多い方が得な気するやん。あ、じゃあ、このあたり、そこやと文明の差があるやんか。発展するの待たなあかんの損やん。じゃあ、思い切って、こうは？うち寒いやん。じゃあ、私が、北の方をもらうので、それやと、うちがわがまま言うて押し付けたみたいになるやろ？それ嫌やねん。てか、まっすぐな線一本で割ろうとするからあかんのちゃうの？じゃあ、こうですかね。あー、さっきより良くなったけど、ちょっとこっちに島多いかな。あ、じゃあ私島多い方でいいですよ。いや、うちも多い方がええねん。くそ、いっそのことさ、バラにできひんの？バラ。バラ？いやから、ここの国は私とか、ここの山はあんたとか、そんなにイライラせんとってくださいよ。それに、バラはちょっと面倒というか、だって半分なんやろ？不公平が起こったらあかんやろ？精査して分けな。陸と海の割合、文明の発展具合、気温、天候、生物分布に地質、もうやめてください。そもそも、私の仲間になるか、ならないかって話なんですよ。そんなこと問題ちゃうねん。そんなこと問題じゃないの？今は、世界をどうやったら半分に割れるか、やろ？
まず土地の割合が半分になるところを探して、待ってください待ってください、あの仲間になったら世界の半分をやるって言うたんですけど、本気じゃなくて、その勇者さんが断る前提の質問で、ん？つまりもともと世界の半分を渡すつもりはなかったってこと？と、まあそうとも言えますね。ほー、怒りのボルテージでレベル上がりまくってる、やばい。待て魔王、絶対に許さん。